most conditioned Olympian you've ever seen? 今まで見たオリンピアンで一番コンディションがやばかった人って聞かれましたね。難しい。なんかバックステージでなんかリラックスしてると、まあ別に普通じゃないと思っても、力入れた瞬間ギューってなる人はいるんですよ。誰なんだろうね。エドバンとかやばかったけどね。エドバン・パルメイラ、カルロス・オリベイラ、ブラジル系がみんなちょっと絞りがやばかったですね。まあでもフィジーク以外で言ったらブリオン・エンズリーとか見たらもうやばいぐらい絞れてましたね。もう金を落としても絞ったような絞りでしたね。多分僕今まで見た人間じゃなかった、あれはなんか多分寺島亮でも引くぐらい絞れてましたね今までカルソ・ジェルミ・ポトビン、間違いない。あの二人は体が乾燥しすぎてて、なんか水一滴肌についたらもう吸収して、なんか水分体飲んじゃいそうなぐらいドライですね。